あなたたちは宝石の瞳を持つジュエルペット、人間を愛するために生まれました。魔法を学んで人間たちを幸せにするのです。はーい、キラキラハートのジュエルペット、キラキラジュエルフラッシュでみんなみんな幸せにしちゃおう。女の子は誰でも素敵な魔法使い、ピンクのピンクのジュエルフラッシュ、ハッピーピンク、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。明日までにラングーラの魔法をもう一度ちゃんと練習してくること。はい。一人だけうまくできないとは困ったものでちゅ。あかりは気持ちが高まると魔力が強くなるタイプなのかしら。それは素晴らしいけれど、魔法はいつでも確実に使えることが大切よ。はい、頑張りましょうね。ジュエルスターを目指す第一歩なんですから。はい、ジュエルスター私がなって世界一のクリーンオブポップになっちゃうの。俺とディアンがジュエルスターになるさ。いいえ、ジュエルスターは天才たるこの僕だとあらかじめ決まっているのでちゅ。ジュエルスター、それは私め。いつもすごいね、みんな。あかりちゃんも頑張ろう。頑張るラブ。それでは皆さん、次は。時が来てしまったのね。なんで？今朝はいつも通りの金だったのに。一体何が？早く治らないと研究の邪魔になる。そうよね。残念じゃが、あれはわしにも治せんのじゃ。あれは特別な金じゃからの。ティンクルラングーラ。また失敗。さあもう一回。やっべー。ティンクルティンクルラングーラ、動け手帳。あ
またあかりちゃん頑張れ、目指せジュエルスターよ。やべえ、ジュエルスターか、なんか想像もできないよ。え、だってジュエルスターになるためにはたくさん魔法を覚えて、まだ1個しかもらってないジュエルストーンを12個も集めて、その上あちこちの魔法学校の超優等生ばっかり集まるジュエルスターグランプリに出て、その上優勝しなきゃいけないんだよ。この学校で前にジュエルスターになった人なんか絶対超すっごい魔法の大天才だったに決まってるし。大丈夫だよあかりちゃん、もう一回やってみる。ラブ、うん、ティンクルティンクルラングーラ、動け手帳。できた、その調子で飛んで。何私ジュディ、私はあかり、よろしくね。あ、よろしく。私プレーズ、ルビーにラブラよ。ラブラ。ねえ、もしかしてラングーラの練習してたの？うん、私だけうまくできなくて。同じ、みんなすごい魔法の才能あって、私だけなんだかダメダメなの。あ、私行かなきゃ。また今度ね。あ、行っちゃった。忘れ物ラブ。あ、ジュディ忘れ物。ジュディ待ってよ、ジュディ。鐘をつくのが、え？最初は
校長先生に言われて仕方なくって感じでやってたんだけど、毎日毎日続けてるうちに。毎日毎日ってどういう意味？さっきは今日からって言ってたよね。やぶー。あれ？またでテストが受けられますように、ジュエルストーンがもらえますようにってお祈りしながら。素敵素敵素敵、本当に素敵。そんなことを考えながら鐘を鳴らすなんて。やべえ。また一緒に鳴らしていい？もちろん、二人一緒ならお祈りの力が大きくなるかも。うん、優しく優しく。みんな落ち着いた気持ちでテストが受けられますように。ジュエルストーンがもらえますように。やべえ。私ね、この世界のお月様大好き。昼も夜もいつも空にいて、優しい光で私たちを見てくれてるの。うん、お日様が空の王様だったら、お月様は空の女王様？そう。ほら見て、屋根のクリスタルが光を集めて。うわー、綺麗でしょ？うん、素敵素敵。やべやべやべ。あのね、うん？誰にも内緒なんだけど、あかりにだけ言うね。私、ジュエルスターを目指そうって決めたの。前は私になんか絶対無理って思ってたけど、最初は難しかった鐘も毎日一生懸命続けてたらうまく鳴らせるようになってきた。だから魔法だって毎日毎日一生懸命練習すればきっと。すごいな。え？あ、ジュディはすごいな。そんなことないよ。うん、すごい。また明かり、明かり、大変なの。鐘
度魔法が溶けて壊れてしまうの、この鐘。その時は生徒の誰かが魔法で直さなきゃいけないの。え、今度は私の番なの。ジュディが？私が鐘を鳴らす係だから。でも校長先生も直せないって。ノブ、正直ちょっと怖いの。そんな魔法私に使えるのかなって。頑張って、頑張ってやってみて。毎日心を込めて鐘を鳴らしてきたジュディだもん。きっとできる、できるよ。ジュディ。うん、やってみるよ。うん、プレーズも頑張って。できるよ、ブ。うん。ウィンクルウィンクルマジカルチャーム、ウィンクルウィンクルジュエルフラワー。ジュディ、
もう誰か直したのか？一体誰が？誰でもいいじゃない、すぐ直って助かったわ。たった一人の生徒以外には直せない特別な鐘、今回はあかりが直したか。やっぱりあの子何か特別なものを持ってるレアレアなのかもしれませんね。ねえプレイズ、本当に私これから鐘を鳴らすお手伝いしなくていいの？大丈夫、私だけで。あかりはその分魔法の勉強頑張って。うん、あのね、魔法？私もジュディみたいにジュエルスター目指してみようかな。あかりちゃん、だって目指さなければ絶対になれないけど、目指したらジュディが一生懸命鐘を鳴らしたみたいに頑張れば、もしかしたら、本当にもしかしたらだけど、なれるかもしれない。あかりちゃん、あかりちゃん、あかり、頑張って。うん。いつかジュエルスターに。思い出すな。前に鐘を鳴らしたジュディのことですか？ああ、そのジュディが見事ジュエルスターに輝いた日のことを。ジュディ、そっか、前にジュエルスターになった生徒ってジュディだったのね。ああ、私もいつかジュディみたいに。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。